心に冒険を夢を抱きしめたくて、そんな君のそばに守ってたい。枯れた芝生寝転んで夕日を胸に吸い込む。愛情するよりこんな時友情したい。微笑む横顔しっかり焼き付ける。いつでも心に冒険を、夢が聞こえるよね。自分のペースで近づけばいいよね。心に冒険を、夢を抱きしめたくて、縦に輝く百合の花、フラドゥリス。これは昔のフランス王の紋章です。この物語は17世紀前半、ブルボン王家のルイ13世の時代を舞台に始まります。ここはワインの産地として有名なボルドーの南、ガスコーニュ。若様負けるな、ダルタニアンなんかやっちまえ。いや、殿の若様に怪我をさせるとは誠に申し訳ない。殿様もえらいご立腹だ。このままではただでは済みませんぞ。わかり申した。殿様にもこのジーメが恐縮していたとよろしくお伝えください。それより本人がお仕置きを覚悟の上で謝りに来るのが先だ。よいな。はい、それはもう。ビリビリペイ、ビリペイペイペイ、どこだ。いって、乱暴だな、じいちゃんは。乱暴なのはお前じゃないか。弱い者いじめをしてはならんといつも言っとろうが。ジョルジュは弱くないよ。殿様の息子だし、体もでかいし、子分だって何人もいるんだ。
そんな相手と喧嘩して何の得がある。だって奴は俺のことを嘘つきだと言うんだ。何？あいつ自分のとこの牛がフランス一でっかい動物だって言うから俺は違うって言ってやったんだ。しかし殿様の牛は確かに大きい。あれならフランス一かもしれん。でもこの頃パリに連れてこられたっていう象にはかなわないだろ。そうか。じいちゃんだって言ってたじゃないか、世界で一番大きい陸の動物は象だって。ああ、だからパリの象はもっとでっかいって言ったら嘘だって。よっと、今はこんな貧乏してるけど死んだ父さんはちゃんとした貴族だったんだろ。もちろんだと思う。だから俺ダルタニアン家の名誉のために戦ったんだよ。よくやった。それでこそわしの孫だ。分かってくれるかい、じいちゃん。ああ。おじいさん、ダメですよ。象なんて見たこともないくせにこの子に乗せられて。ばあさん。殿様のとこへ謝りに行かせなきゃ、またどんな仕返しされるかわからないじゃないの。いや、そりゃそうじゃんが。俺嫌だ、謝りになんか行きたくねえ。殿様のお怒りが解けなかったらお前を裁判にかけることだってできるんだよ。裁判？坊主、ここはぐっと我慢して明日の朝一番に謝りに行くんだ。いいな。じいちゃん。俺は嘘なんかついてない。絶対に象の方が牛よりでっかいはずだ。でも俺だって本物の象は見てないからな。象って一体どんな動物なんだろう。とにかく大きいことは確かなんだ。長い鼻をしてるそうだが、大きなうちわのような耳をしてるとか、なんか変だな。そうだ、パリへ行って象を連れてきてやる。そうすればジョルジュだって俺が正しいってわかるだろう。ロシなんて、じいちゃんばあちゃんを頼んだぜ。俺はどうしても謝る気になれないんだ。あ、どこへ行くつもりだ坊主。じいちゃん、自分がしでかしたことが怖くなって夜逃げしようとするなんて卑怯だぞ。逃げるんじゃない、俺はパリへ行くんだ。何？もうこんな田舎にはいたくねえ。なんでと。そうか、よく言った。え、わしも10年若かったらばあちゃんなんて売っちゃってパリへ出ていくんだがな。そんな、30年若くたって無理だ。よし。パリへ行くならこれを持って行け。これは？お前の死んだ父さんの剣だ。え？父さんも戦争の傷が元で死ななかったら、今頃はトレビル殿のように銃死体の隊長くらいにはなっていたろう。トレビル？このガスコーニュ出身の出世頭でな、死んだ父さんの銃死仲間だったんじゃ。パリへ着いたら一度訪ねてみたらよかろう。うん。パリへ出て誰かに仕えるとしても、トリビル隊長かリシュリュー様のほかは相手にするな。よいな。トリビル隊長かリシュリュー様だね。わかった。それからこのロシナンテを連れて行くがよい。え、
この馬もこんな田舎で埋もれさせておくのはかわいそうだ。必ず役に立つはずだ。じいちゃん。男同士で何もかも勝手に決めないでほしいね。ばあちゃん、これを持っておゆき。なんだい。私が薬草を練って作った傷薬とへそくりのお金、そしてこの帽子はね、こんな時のためにばあちゃんがちゃんと用意しといたんだよ。え？本当はへそくりと一緒にずっと隠しておきたかったんだけどね。ばあちゃん、ありがとう。お前のことは毎日神様にお祈りしているからね。じいちゃんもばあちゃんも元気でいてね。ああ、ぐずぐずしていると夜が明けてしまう。早く行け。うん。ダルタニアンはたった一人で象のいる都パリへと旅立つことになったのです。この頃のパリの街は城壁に囲まれ、今のパリの13分の1という広さしかありませんでした。しかも17世紀に入ってすぐ、パリの人口は20万人から40万人と2倍に膨れ上がり、セーヌ川を挟んだこの狭い都は人であふれかえっていました。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世界広しといえども、このパリにしかない裸足のジャンの手作り人形だよ。見るのはただだよ。気が向いたら買っとくれ。まあかわいい。ん？あ？私の顔に何かついてるの？いや、だったらどうして？戦争ではぐれちまった母ちゃんにちょっと似てたんだよ。お母さんいくつ？23かな。失礼ね、私はまだ16よ。そうだね、母ちゃんはそんなに怒りっぽくないもん。もっと優しかったもん。私だって優しいわよ。だったらどれか買ってくれるかい？は？あなたには負けたわ。じゃあそのお人形いただくわ。毎度ありがとうございます。人間ばっかりだな。ゾウはどこにいるんだろうな。おっと、ごめんよ坊や。おじさん、ゾウはどこにいるか知らない？今日は向こうの広場じゃないかな。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ゾウですってよ。行ってみたいわ。行こう行こう。チェ、またかよ。ゾウのやついつも商売の邪魔しやがって。ああ、やめたやめた。ゾウには勝てねえ。帰って寝た方がいいやん。よし、おじさん、胡椒の粉を分けておくれ。え、どうするんだ？ゾウを追っ払ってやるよ。おかしいな、広場ってどこなんだよ。え、お前じゃないの、ゾウだよ、ゾウ。まったくもう。おお、
ちょっとごめんよ。よし、今に見てろ。なんでお前は。うわあ、拍手拍手。やったー。迷路だよな、これじゃ。いや、もう大変だったぜ。広場でゾウが暴れだして、今日はもう商売どころじゃなくなっちまったよ。うん、それおじさん、広場はこっちの方かい？ええ、まっすぐ行って右だ。どうも。ごめんごめん、怪我はなかった？終わりよ、手が折れちゃったじゃない。え、ほら見てよ。なんだ、人形の手か。脅かすなよ。まあ、さっき買ったばかりなのよ。ごめん。ねえ君、その人形きっと返すから、また会おうね。ベーダパリの女の子って刺激的。おい、ゾウはここにいるんじゃないのか？もういないよ。え？オイラが追っ払っちゃったんだよ。なんだって？どういうことなんだ？俺はゾウを見にはるばる。怒んないでよ、反省してるんだから。ゾウと一緒にお客まで追っ払っちゃって。見てよ、オイラの今日の稼ぎこれっぽっち。そんなことよりゾウはどこに行ったんだ？さあ、でもパリにいることは確かだよ。パリのどこだ？だから知らないって言ってるじゃん。もうこの…あっ、泥棒だ。捕まえよう、乗るんだ。俺はダルタニアンだ。お前は？ジャン。みんなは裸足のジャンって呼んでるよ。右だ。やつはまっすぐ行ったぞ。右が近道なんだ。早かったろ。早すぎてもしょうがないよ。しかしよく道を知ってるな。パリのことなら何でも聞いてくれ。おい、降りてこい。呼んだって無理じゃない？よし、ならこっちから行くぞ。何をやっているの、坊やたち。あの猿が金を盗んで逃げたんだ。オイラの金だよ。パリには猿の泥棒までいるとは思わなかったな。ただのいたずらよ。待っていなさい。you
いい子だからお金を返しなさい。あなたのお金ってこれかしら。この猿どうするの？今さら懲らしめてもしょうがないしな。それじゃあ私がもらってもいいかしら。どうぞ。いいな、ジャン。ありがとう。あなたの名前は？ダルタニアン。あなたは？ミレディよ。それじゃ。ああ、ただでさえ今日の稼ぎは少なかったのに。がっくりするなよ、ジャン。俺が何とかしてやるよ。あれ？どうしたの？いや、ばあちゃんからもらったお金を確かここに。母ちゃん探してパリへ来たんだけど、最初は苦労したもんさ。ちょっとぐらいならおいらが面倒見てやるよ。はあ、情けないな。これでもガスコーニュじゃれっきとした貴族の家柄だっていうのに。ふん、貴族なんて農民をいじめて贅沢してるだけじゃないか。貴族が全部そんなことをしているわけじゃない。じゃあなんでおいらの父ちゃんは死んだのさ。なんか訳がありそうだな。話してみろよ、ジャン。話したくね。そうか、悪かった。もう聞かないよ。ん？ん？そうだ、水浴びでもさせに来たのかな。わあ、大きい。ジョルジュのところの牛よりずっと大きいぞ。ダルタニアンのパリでの冒険の日々が始まったのです。パリをカメラで訪ねるコーナーが始まるよ。それから
次回のアニメ三重誌はダルタニアンが就職活動を始めるんだ。そのために俺たちはへんてこな事件に巻き込まれちゃうんだけど、じゃあ続けてみてね。よろしく。じゃーん。急ぎすぎて迷い込んだだけなの。ただ一人きりで答えを出すつもりなのね。街中のイルミネーション泣きたい時は羊たち。